はい、こんにちは、こんばんは、ネコピン仮面でーす。今日はですね、セブンイレブンの、節分の、節分恵方巻きロール、はい、もう節分ちょっと終わっちゃったんですけどもチョコがけいちごもこですね。こんな感じ。これも鬼の顔ついてます。で、同じくセブンイレブンのチョコの和もっち巻きって感じですね。これね、はい、を食べていきたいと思います。全部鬼に関係ありますちょっと終わっちゃってるんですけども、まあ、これから行こうかな。はい、チョコがけいちごもこ、はい、よいしょ。チョコをかけて、あー、なるほど、こんななってるんですよ。あー、はいはい、はい、こんなになってる。まあ、チョコをかけちゃってるんですね。じゃあちょっといただいていきます。あ、いちごのスッパー味が、甘酸っぱい味がします。はい、なるほど、おいしい。では続いてですね、節分の恵方巻きロールを食べていきたいと思います。じゃん、こんな感じです。まあ恵方巻きほとんど関係ないですね間違いなくロールケーキですねではちょっと食べていきたいと思います。そんなこと言わないで、はい、クリームどっさり、これはもう間違いないです、はい、美味しい。で次にですね、チョコの和もち焼き、これがよくわかりません。こんなような形ですね。黒くて。じゃあちょっと食べていきたいと思います。見えるかな？あ、チョコの味がしますね。これ全体にチョコの味なんですね。はい。チョコチップ入りのですね、ホイップなんですね。そうなんだ。ちょっと僕には分かりません。でもい、チョコの味はします。はい。今日は、チョコがけいちごもこですね、はい、甘酸っぱくて美味しかったですよ、はい、それと、節分恵方巻きロール、強引なネーミングです、はい、それとですね、これもちょっと強引すぎるかな。節分って書いてるからうりくりですね。チョコの和もっち焼き
もっち巻きって書いてますけど、意味が分かりません私は。ということで、まあ、とにかく節分の、にちなんだ、スイーツが出たということですね、セブンイレブンで。はい、みんな美味しかったです。じゃあまたね、バイ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 。Thank you.